皆さんこんにちは。健康の時間です。今今週の箱根山の桜は満開すぎてそろそろ落ちるの状態です。でもその代わりに秋いっぱい満開の紅葉とかあるいは桜の来てもだんだん新緑あるいは緑今はだんだん咲かれています。実際はこれは自然界の交代交流、桜の花も1年間近くでずっと静かで黙ってよくエネルギー溜まって今この1週間ぐらいの再開の時期はもう書いてそろそろ終わる時期、実際桜の落ちての桜でもすごくその美しさ綺麗さ地球の中人間に非常にいいの印象残ってます。紅葉の桜の一種時間短くてもでも非常に深く綺麗印象は残ってます。ほら下見て今だんだん落ちる桜もどんどん雪のように自分の一生終わる時期でもそんな悲しくなくてもさらに綺麗な姿最後の美しい表してます。紅葉の綺麗紅葉の短いの一種でも私たち人生に何か教えてでしょう。実際全てのことは永久ではなく交代波のようにあるいはルールとしては引用のように実際は交代変わってます。これは本当のこと。実際すべてことは永久のことない、一時だけです。だからこの一時の時きれいに表す、そのいろいろ小鳥もいろいろ喜ぶの生命力満たすの鳴り声も今知ってます。これは実際大自然の平和共同、私たちもし人類の社会もし世界のそれぞれの国もしこういうように平和協力で絶対美しいの社会できるでしょう。人間もそういうことです。今こういうきれいな桜緑の葉っぱ秋赤いの紅葉紅葉の雪の時のただの枝みんなただの枝だけ残っている、これ全てのことは本当の真実、これ全てこそこれの全部これは本当の美しい本当の大自然だから私たち何でもそんなに執着しないで自分の足元の下しっかりで、そうすると自分は
成功の時にそんなに自慢なくて、失敗の時でも自分は静かで自分の雇用のその時のしっかりもして、そうすると自分の円満の人生できるでしょう。この美しさ実際も深い、あるいは長く広める意味もあります。この花はたとえもし毎日1年間ずっとそういうの綺麗な花のまま、そうするともう綺麗にならない、普通になります。花咲いてないの時期あったこそ花は咲いての意味は表します。私たち人生も同じ、失敗の味は湧いて成功の喜びは深く感じられます。これは波のように、波必ず山、同時に谷もあります。紅葉全部で分かる、喜ぶ、経験して、平常で素養の道歩み、これはあなた本当人生の成功者です。